はい、DS がね、DS ライトになって爆発的にヒットしている中、ソニー PSP も着実に進化を遂げようとしています。これですね、PSP も2000番台にバージョンアップで、2007年9月の20日発売なんですけども、このね、ファイナルファンタジー10周年モデルを購入するとですね、なんと1週間早く新型 PSP を試すことができちゃったわけなんですけども、実際開けてみてこんな感じでね、クライシスコアファイナルファンタジー7です。パッケージはこんな感じ。開けてないですね、新品です。ここで開けるんですけども、まあまずは閉まっておいてと、はいね。これなんか剣が入ってますね、剣。これなんてだっけ、なんか名前がついてた、バスターなんとかだったっけ。とにかく細い腕で持っていたのすごい体験ですね。はい、こんなのがついています。ストラップなのかな。でお目当ての本体はこの中です。ズーンとズーンといった感じがしません。軽いです、本当に軽い。で実際になんだろうね、これそこにスリム&ライトって書いてあって PSP2000ZS というね、こんな感じで箱もスリムです。箱もスレムになりました。まあそりゃそうですね。1000の方は、1000型の方はバリューパックでしたからね。はい、では開けてみますけども、はい、説明書もスレムです。まあもう書くことあんまりないんでしょうか。はい、本体を取り出しました。お、軽いです。ちなみに PSP1000 からの変更点はご覧のような感じになっています。テレビに出力できるのがすごいですね。楽しみです。ちなみに重さがどのくらい軽いかというと、なんと 90g 弱軽くなってます。素晴らしい。持った感じ、まず軽っと思います。で、各種ボタンは特に変更はありませんが、スピーカーの位置が上に上がってますね。この辺のボタンも変わってませんね。ずっとね。変更はないです。この辺のボタンも大丈夫というか変わってません。右サイド見てきますか。右サイドはこのスイッチですね、電源のところも変更なしです。AC アダプター差しとかもなし、これも一緒ですがちょっとずれたかなと、右側に。メモリースティックのこれもちょっとなんかこのひょろくなった感じがしますけども、基本的に、健在ですね。これです。今回メモリー入ってますね。よいしょと。で、上のところかな。上の LR もまあ当たり前ですがありますね。あれ、Wi-Fi のスイッチオンオフがね、こんなところに来てる。前ね、左側面にあったんですけども、上の上部に来てますね。で、USB は普通にあります。で、さらに左側面は、いいのか、さっき見たね。さっきあれ背面、ここにちょっと限定版たるゆえんのファイナルファンタジー7のね10周年書いて、ここにね77,770 7万台限定だったんですけど、自分のやつは6万なんとかだから結構後ろです。PSP の特徴であるこのなんだろう、メタルリングみたいなのもありますね。でここはね、前はなんかパカッて開いたんですけど、今度は手で開けます。このロックスイッチが廃止というのがなくなってますので、手でゴシャッと開けます。非常に軽い、そしてなんか薄くなったっていうのが特徴的なんですけども、なんだろうな、この表面のね、なんか豪華さが若干薄れちゃったかなと。塗装1枚ペラペラって感じがするんですよね。静止画で見てみると一段とわかりますが、やはりね、2000の新型の方が非常に薄くなっています。で、次は AC アダプター系ですね。電源ケーブルと AC アダプターを出します。変わったのかな？ちょっとなんか型番が変わってる？型番は一緒ですけど、なんとなく、違いますね。ただ、出力系は同じですね。なので使い回しができるのかな。で早速ここにディスクを入れてみますけども、 UMD を突っ込みます。でなんとなくフラフラした状態なんですけど、これパカッと置いとくだけでいいみたいですね。こ
これで閉まって起動します。うん、なんか大丈夫かと思いましたけど、ちゃんと入りました。画質はどうかな、もともと綺麗だったんでね、そんなになんか悪くも良くもなってないような気もしますけども、あんまりわかりませんね、個人的には。まあ綺麗です。うん、PSP1000 から特に解像度も変わってませんので、あのね、まあ綺麗かって言われれば特に、まあ1000も綺麗だったので、2000も特に自分が見る限りは変わりませんね。で次はですね、バッテリーをちょっと見ていきたいんですが、あれバッテリーのサイズがなんか小さくなってますね。 1200mAh になっちゃってるな。確か PSP1000 の時は こっちですね、1800だったんですよね。はあ、ははあ、減らしても駆動時間をほぼ維持できるということで、まあ回路がね最適化されてきたのかなと勝手に思ってますけども、取れねえぞ、よいしょ、ここかここだ。あ、全然薄い。まあ容量が減ってるんでちっちゃいんですけども、薄いです。この辺もスリムにして、バッテリーをスリムにして、本体もスリムにしたって感じですね。こんな感じで、まあ大きさが違ってしまってるので、あのね、1000番のバッテリーを使うことはできません、2000には。はい、いかがだったでしょうか。 PSP の新型 PSP2000 です。スリム&ライトで軽量化&薄くなってます。でちょっと補足として、多分店舗のお店の特典だったと思うんですけども、なんかこんなイヤホンも付属していたのを忘れてましたので、最後に載せておきます。はい、まあこの頃からね、 PSP もなかなか DS に負けじと、人気が加速してきました。やはりモンスターハンターあたりのソフトがね、異様なブームになり、ハードもガンガン伸びてきました。特に国内で、日本国内ではかなり出荷をしたと思います。ね、では、また。